沢村翔子は日本の声楽家。2018年後半からは田中信子として活動している。熊本県出身。1980年2月10日生まれ。東京に機械会員。夫は声楽家の北川達彦。二機械オペラ研修所第53期マスタークラス終了。平成22年3月27日終了時に成績優秀者として、 優秀賞並びに奨励賞を受賞。これまでに多くのオペラオペレッタに出演し、16世紀前半から現代までの幅広いレパートリーを持っている。2012年には創立60周年を迎えた2機会の記念公演オペラ子供と魔法のタイトルロールに抜擢され、またその2621名を超える2機会メンバーの中から選ばれた声楽アンサンブルグループ、 二期会マイスタージンガーの女性西部4名の中にも選出されている。出演が決定していた日清劇場50周年記念公演フィガロの結婚ケルビーの役は解任のため降板したが2012年12月27日、28日の京都市交響楽団京都コンサートホール第9コンサートには出演した。2013年6月8日の東京オペレッタ劇場 ジェイ・オフェンバック作曲をペレッタ、ジェロルスタンの女対抗から活動を再開。また、2013年9月から10月にかけてのスポーツ祭東京2013式典で日期会マイスタージンガーのメンバーとして演奏し、NHK を通じて全国に放映された。日期会オペラ研修所第53期終了生。 成績優秀者による2機会新進性学科のゆうべ2010年6月24日パンフレットハットベルバディアシンギングコンペティション第3回長く手オペラ声楽コンクール2004年9月15日19東京オペレッタ劇場アーティストプロフィール公益財団法人東京に機会についてありがとうございます